来たわ。どうしたんですブルマさん。ほら今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど部品が不足してるのよね。ソン君も入院してて動けないし、だから部品のなるほど、わかりました。オッケー、じゃあ頼み。それじゃよろしく。やってみようかな。よし、僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。力が湧いてくる。うわっ、すごい木だ。
おう。でも、なんとか勝てそう。
力でもなんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。ターフ、やるや、やるや。
そう。僕でもなんとか勝てそう。決めようかな。よし、僕も頑張れたよね。そう。
でもなんとか勝てそう。いらっしゃい。毎度。
こんにちは。それでは。
これでよかったですか。うん、ありがとね宇宙船。はい。よドラゴンボール。まだ諦め。さあ宇宙船の方は。ごはんくん、出発したらしばらく地球に。はい。ドラゴンボールを探しに行くぞ。はい、ピラフ。あの小僧が来ません。嘘つきはじ。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにって。なるほどね。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知り、フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れて
ナメック星に向かって永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応がやっぱりあったのよ。本当だ、やったやった。クリリンさん、あっちに強い木。本当だ、やたら強そうなすごい木ば。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならレーダーの反応でボールが4つ集まってる。そうか、なんだ、ナメック星人たちなんだ。え、あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ご飯。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？え？そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、
早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、孫君たちに伝えて頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。クリリさん、違う、ベジータじゃない。この辺りのはずだが。ん？え？星人じゃねえみてえだぜ。何？見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。よし。あ、宇宙運の悪いやつ。ご飯、気をやるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。はい、ジンベッドベこの戦闘力の数値は。キ
それ。はっ、スリーフォー、やったー、やっ、スリーフォー、やったー、はっ、やった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 、よし、パーフー。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の二人を倒した後、それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は二つとも1500ほどでした。ほとんどベジ。クッククッ、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。笑わせるな、キュウイ。貴様にこの…貴様の目は不思議なか。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。キュイの野郎、俺を見くびっているようだが、ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。覚悟はいいか。
覚悟しやがれ。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ、その戦闘力じゃ貴様じゃあいい。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。1万9000、2万、2万1000。故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が。にお前のスカウターは旧型だからな。そんなバカな。俺の新型も故障。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ、この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球が死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様と、いつまでも互角だと思うか。ベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜ、フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。ハリッコホタネ花火だ。うわ、
ベジータの2万4000って数はあっさりとキュエのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。ナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。乙女には準備ってもんがあるのよ。すぐに追いかけるからちょっと先に行ってて。この穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの。あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか。あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブルマさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。いたのは、そうよ。やっぱりご飯見た。はい。ものすごい。あのチビ、ベジータよりもっと。ベジータより強いってそんな。ちくしょう。あんな奴らからどうや。